日。もう見てるんですか、誰か。もう見てるのかな。おはようございます。お、おはようございます。始まってます。始まってるみたいですね、これは。あ、参ったな、もう完全寝起き。いやー、今一人なんだけど、これから続々と来ますよ。いやー、すげー寝起きだよ。あ、いただきます、いただきます。あー、リュウ君、そうです、リュウです、リュウです。あー、そうです。あ、なんだっけこれ、LINE のやつ載せて大丈夫ですとか言うのかな、これ。はい、まだ何のね、準備してないんでね、ちょっと待ってくださいね。え、誰来る？これ誰来るって言っていいのかな？ライトくんと、テルマと、いおりさんが出るよ。うん。いや、もう来てるんだよ。遅刻っていうか、来てる来てる。もう来てるんだ。今ね、お花摘み行ってるんだよ。そう、そういうこと、そういうこと。ライト君ここだよって聞こえてるかな、今声がしたと思うんだけど。あー、おはようございます皆さん。僕はおはようなんだけど、みんな起きてたのかな。おはざす、おはざす、おはざす、おはざす。トイレね、そう、そういうこと。お花摘んでるよ、今。すごいお花摘んでるから。早起きしないとだよね。そうなんだよ。早起きしてきたよ。いやー、でも起きたの俺30分ぐらい前なんだけどね。30分ぐらい前に起きて、風呂入って、支度してきたみたいな感じ。2部意外と大変だよね。1部の時はそのまま営業後、ちょっと待ってればいいだけなんだけど。そうなんだよ。ちゃんと寝た、あ、まあ2時間ぐらい寝たかな、それぐらい。いつもそんなもんだよ、うん、いつもの人は、いつもの人は今お花摘みに行ってるよ。テルマくんは遅刻。あー、そうなのかな、うん、でっかいうんこしてるよ、テルマ。でっかいうんこしてる。2時間、2時間はしんどい。そんなもんじゃない。まあたまに寝るとき寝るけどね、休みの日とか。今何人見てんだろうな。誰がコメントしてんだか分かんないんだよね、これ。ユーザー ID だと。そんなもんじゃないか。あ、そう。そんなもんじゃないか。そう。寝だめしてるの。そう、そんな感じ。寝だめしてるの。少ない睡眠時間。そう。慣れたよ、慣れ。慣れだよ。人間何でも慣れるから。うん、まあね、こんな感じでちょっと。もう一人で勝手に飲んでます。寝なくてお酒飲むと気持ち悪くならない。慣れる慣れる、それも慣れるから大丈夫。何でもかんでも慣れるんだ、人間。何でも慣れるから大丈夫。パチパチパチ、ありがとう、拍手ありがとう。分かったら嫌でしょ。あ、そうなのかな、分かったら嫌なのかな。俺結構分かった方がいいけどね、うん。具合悪くなるよね。具合悪くなるかな。慣れ慣れ慣れだよ、慣れ慣れで、慣れでいけるもんなのか。そうだよ、何でも慣れりゃいけるもんだよ。まさかね、この私が一人でやるとは思わなかったわ。ちょっと途中で僕もお花摘みに行くから。いやー、すげえ、とんでもないタバスコとか見えるんだけど、怖いな。何なんだろう。そう、俺2回目なんだよね、出るの、そういえば。いや、結構、わらわらわら、わらわらの。今日何人来るの？今日は僕含めた4人、あと3人来るよ。あと3人来る。一人に来たの。そう、でっかいお花摘んでこようと思ってね、うん。すごい笑ってくれてる、ありがとうございます、ありがとう。私は嫌だ、何が嫌だ、何が嫌なんだ、言うてみんや。3人、そう、あとプラス3人、うん、バレてもいい人はコテハンつけてもらった。なんだコテハンって、コテハンってなんだ、コテハンがわからねえよ俺には。固定ハンドルネームってこと？あー、そういうことね。すご、よくわかったな、うん。いつもメガネ？いや、違うね。昨日からメガネ。そう。メガネデビューしたんだよ、昨日。人生で初めてだよ。そうそう、そう、あ、すごいだろ。よくわかったな。あ、正解のこと世界って言うんだ、今、この世の中は。
すごいですね。なんとまあやっと来てくれました。おはようございます。おはようございます。 ね花粉がひどいですからね今時期的に、うん、ね、ほらほらほら、おはようございます。あ、よかった、喋ってくれた。降りたん。ごめん、間違っただけな。あ、そういうことなんだ。世界かと思った。でも、いいね。いいと思う。はい。あ、いや、何も。続けてください。パチパチパチ。ありがとう。拍手ありがとう。さて。正解だよ。さて。さてさて。ねえ。約束していたね。うん、時間にね。間に合わんやつが。そうですね。3人もいますから、3人も。これは悠々しき事態です。はい、なんかね、これ遅刻者はなんかビンタとか言ってたんだけどね、どうなるんだかわかんないけど。こんな事態があっていいんですか。本当ですよ。視聴者の皆さん。視聴者の皆さん。そこですね、本当に。間違いないですね。さあ、それでは、うん、本日も。早速飲みましょうか。まずは。ああ、すごい。何も分からんねえ、ほんまに今日は対決だっけ。ちょ、対決みたいななんか話あったんですよ。なんかその食べ物系のオープニング行かないの。あれ、オープニングまだしてないの。オープニングなんすか。オープニングっていつも言ってるやつ。あ、全然俺あれを言うの。ああ、そうなんすね。さあ始まりますよ。よいしょ。え、タイトルコールってことですかこれは。え、もまだやってないの。何も言ってないですよ。あ、どうもみたいな感じで始まっただけ。そうそう、俺2回目なんで出るの。まだ。え、やっちょっとお願いします先輩。それでは本日もヤシロ丸見えゆぐドラシル特捜部スタート。よろしくお願いします。正解は始まった。越後製菓。正解は越後製菓。隠れてたんですね。そう、ちょっとあの顔面工事してた。僕は、毎度のことながらすっぴんです。よいしょ。僕センターは嫌なんすか。いや、俺センター。え、マジですか。さて、あれ、どうやって見んのこれ。そこでも見れるんすか。はーい、おはよう、みんなのもの。山のやほーい。あ、これはいいっすか。髪、動かへん。遅刻した。動かへん。ちょ、ライド君が乗せて。おはようございます。何これ。はい、おはよう、みんな。今いいテンションになってるよ。俺すっごいいいテンションだよ。おはようだよ。みんなコメントいっぱいしてね。それでは一旦、とりあえずね、はい、キャンパイの方。はい、まだ何がいいですか。うん、これレッドブルでいい。うん、グラスいらない、いらない。あ、そんな感じだね。おーまーい。ババッバッババッテイテイ。あ、ごめん、ガリガリ君買ってくるの忘れた。ガリガリ君の無理やね。マスクつけたままキャンパイ。おりおりおりおイエリエリエリエWe at the Tokyo Sabina。 ごめんな、ちょ、みんな続けて。 Let's get it on。 みんな続けて。なんかその、さっきコメントあった、ちょっとこれ疲れへんかな、うん、怒ってるよ。食べ物対決みたいなしようみたいな話あったんやけどね。そう、で、俺は奇跡の今からね、ニコ生と並行してツイキャスやっちゃうからね。え、すごい。ニコ生並行ツイキャスやっちゃうからね。すごい。どういう状況。いや、もうダブルで行くから俺。眉毛生えてない。眉毛ないよ。僕っす。あ、そういうこと。じゃあ今から始めるよ。30分空くだけで始めます。今からツイキャスの方でも始めちゃいます。すごいな。あ、 P 小文字です。
ちょっとこれ見てくれてる人、あのイオリの下のな、あれなんて読むんやろ、テルマ。ああ確かに、確かに。何ですか、榊原、榊原テルマが来るから。榊原言うな、榊原言うな。え、化粧してたんですか。うん、したかった。うん、はい。はい、ニコ生しながらツイキャス、この平行ね。おっとっと、ヨハネしちゃった。ヨハネしちゃった。はい、というわけでね、ニコ生もツイキャスもどっちもやっていくっていうスタイルで、そういうスタイルでやっていこう。はい、というわけでね。スケッチした。膝めっちゃ空いてるけど。キャス読み上げ、切ったよ。これキャス言ったらバレるな。バレるな、そうだな。あ、大丈夫、あの、読み上げやめたから。読み上げは切ったよ。読み上げしないしないしない、読み上げしないよ。あ、ツイッター、これ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 、ライトが読み上げてコメント。あ、そうですよ、ニコ生、ニコ生じゃない、ツイキャスの人、ホストでございます。いやだって今ニコ生、ニコ生ちゃんはツイキャス映ってるのここだけだから、首から下しか映ってない、ね、顔映ってない。なんか今日ね、企画がね、何もないんすけどね、とりあえず。だからガリガリ君買いに行こうか。ガリガリ君買ってきてって言ったらいいんだよ、よっちゃんに。ちょっとだけガリガリ君、キャス行かない。にゃっ、バイ、ヤッホー。すごい早いな、これすごい早食い、すごい早い。何、そう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 、早食い早食い。なんか一応何かをしたいねっていう話をしてて、まあ先週かな、先々週の時に来なかったっていうね、うん、あのツイキャスとかはもうなんかみんなやってるねんけど、ニコ生、ニコ生の存在は忘れていた。そう、あ、ニコ生っていうやつあったんだと思ったわ。眉毛がないだけでほんまに犯罪者みたいな顔してる。元から犯罪者やん、ほんまに犯罪者みたいな顔してる今。やばい、放送なかった時、そう、その時にちょっと気がついたらみんな、あの、まだですかっていうの連絡が来てて、あ、急ぎますって言ったんやけどね、気がついたらもう終わっちゃってたっていうね、時間の方が。そう、休みになった時、そう寝てました、はい。あの時休みになっちゃったんですよね。俺はいたってシンプルに起きてたよ。お風呂上がりやった。お風呂上がりで3時15分やって、まあ、マサピーさんから連絡来て、今から営業、マサピーさんから連絡来たから、あーってなった。そう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 、ほんまそれ。はい、ツイキャスの方、前回そういうのあったからね。ツイキャス切ろっかな、めんどくせえな、ね、飽きた。気がついたらあれ、ツイキャス切ります、飽きたんで切っちゃいます。で、ほんまやったら先週あたりに、先週っていうか前出た時に、あの、なんかやりたいねって言ってたんですよ。何やるっつったの。なんか食べる系でね、なんか前回ナオトがやってて結構面白いねみたいななってたんで、ガリガリ君買ってきてもらうんですか。ガリガリ君やる20本。え、バッカー、20本、ソーダ味。前に出たのもう1ヶ月くらい前、そう、結構そんなに前、気がついたら、うん、飽きるの早い、そう、すげえ早いの俺で、そのケース何ケース、これこれ、いおりくんはナンパ、ナンパっていうか、もう多分今この顔で外出たら捕まるよ。うん、結構今日外歩いてたらパトカーいっぱい走ってたから、多分狙われてんの、多分ほんまに捕まると思う。俺髪長えな、携帯のケース、携帯のケースはね、ちょっと前誕生日やったんやけど、その時にね、お客様にもらったやつですよ。今年初の誕生日プレゼント、この iPhone ケースでした。めっちゃ俺が好きなやつ。ん、カラオケだけは飽きない。もう誰か分かったもん、俺もう誰か分かったもん。いや、でもほんまに捕まるとかで思い出したけど、歌舞伎町来て初めの頃とか、
歌いながら帰ってたら、一人で帰ってたら警察に声かけられて荷物全部チェックさせられたことあるんですね。歌いながら帰ってた、歌いながら帰ってただけで。俺1週間で3回職質されたことあるんで。1週間で3回なんかしたでしょ、絶対。何もしてないよ。多分なんかしてる。自転車乗ってただけやんか。ちっちゃい子とかに声かけてたでしょ。かけてないよ。いや、なんか店から帰ろうと思ってチャリ乗るやん。まあこんなやつがチャリ乗るやん。ベーって言ってるやん。あ、お兄さん止まって止まってって、なんかごっついお兄さん、ごっついごっついお兄さん、ごっつい警察官、ごっつい警察官3人に、ごっついお兄さん、前後左を囲まれ、逃げれへん囲まれ、逃げれへん状態になり、職質され、カバンの中とか財布の中とか見られ、で、その状態を八代美代さんという方だと、トワさんっていう人に目撃され、写真撮られ、ツイッター載っけられ、あいつやべえって言われ、もうひどかったよね。そっから1週間俺の闇は深かったよ。怪しそうに見えたかな、どうなる。いや、熱唱やん、歌う、なんか鼻歌混じりじゃないよ、熱唱、音楽聴きながらライト君危なかったよ。ライト君危ない人扱いされるから辛い、泣いちゃうわ。熱唱、酔っ払ってないね、その日。そんなにほろ酔いぐらい。しかもその時まだ一部やったから、その時が大体3時とか。おお、うん、シラフで熱唱っていうか、まあちょっとほろ酔い、気持ちいい感じで歌ってて、気がついたらもう2人の警察官に囲まれてて、ヒーってまあ、とりあえずあのね、まあその話めっちゃ飛んじゃったけど、何の話だっけ、ナンパの件に関しては、あの、なんで今回ちょっと真剣に、あの、企画をね、この前なんか終わり、前回出た時に終わりがけでみんななんかその、次やってほしい企画ありますか、早く早くみたいな感じでやってたけど、結局、捕まってないよ。そう、それ企画を考えようみたいなんで、やっぱり。こっちだけの考えやったあれやから、ちょっとみんなの話を聞いて、あの、やりたいねっていう、企画決めたいねっていう話しててんけど、ちょっと真剣に一回ちょっと、企画ね、面白いなと思う企画を考えたいなと思って、そのナンパ企画に関しては、どうやってやんのって話やねんけど、ナンパ企画。まあ、外に出て、女の子に声かけてみたいな、連絡先どんだけ聞けるかみたいな、があるらしいねんけど、女の子どうやってその状況を見せれんのかなと思って。配信動画とか撮れるんですかね。いいいいって何、いいって何いいって何いいやてな、待って、他のみんなのコメントよりもその単語のいいが気になる。いいって何いい、いい、ショッカー、あ、ショッカー、ショッカー、いい、いいが増えてる。え、なんかサングラスかけてる。あ、ほんとだ、似合うんだな。かけたい。あ、メガネ貸してよ。あ、いいっすよ。ちょっと眉毛が生えてるんじゃないかぐらいの見せたい。実はこいつ眉毛が生えてるんじゃないかぐらいのコスプラーズじゃないね、そんなええ声出へんよ。ちっちゃライトくん頭ギチ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 そう、動画で女の子が OK しないとダメでしょ。そう、動画とかもね、そのするにしても、試案にしても、なんていうんかね、まず顔出しどうか聞かなあかんや。それこそほんまに捕まるんじゃない追いかけられるんじゃないかなみたいな。似合う、てか俺メガネ似合うな。似合う、これビビる。ちっちゃいった。ちっちゃい。あの、頭に食い込む。そうね、とりあえずやってみよう。その意見はね、とりあえず一回取り入れて、うん、あとなんかもっと手頃にできる企画みたいな、その虫食べる企画とかも上がってたけど、叩いてかぶってじゃんけんぽん。どこで虫が取れんのか、この辺だって。確かに食用じゃないと。そう、おるやん、なんかゴミ捨て場とか。あ、確かに黒いのいますね。ゴキさんおるやん。じいさんいますね。結構そっち系じいさんおるやん。天然、天然、天然物、養殖じゃないからね、天然物やからね。確かに、確かに、俺は絶対食わへんで。
じゃあ俺その回の時休むから俺休むから誰も出ないからその回の時はひたすらあの僕虫一生食っとくんで一生一生虫食べとくんで一生喋っててください。一生虫食うんで俺は全然休むからその時全然喋れますよ。虫無理やから気持ち悪いからイベントとかで使ってるやつなんかそのあるねイベントとかでホストクラブがなんか売り上げ対決で負けたらあの虫食べるみたいなありますね。あるある、うん、一生虫食っとく虫キング一周一周ちゃう一生もうパニックもうただパニック虫キングね虫キング虫だったら何が食べたい虫だったら何が食べたいっていう聞き方はもう意味がわからんからね。いや俺虫やったら虫を食べたくないからまずいや虫やったら俺唯一まだこいつ食えるかもっていうやつあんで。何すか糸トンボ。何すかトンボ。え糸トンボ知らんみんな。あすごいちっちゃいなんかもうガガンボみたいなやつあれまだいけそう。えそれ一匹やろ。コメント見てください。気持ち悪い。ちっちゃい、ちっちゃい、こんなんやから、こんなんやから、あいつら、ちっちゃいから。いや、さっき、G 食うっつってないんだ。G これやで、黒色の塊。コオロギやったら、でも食べたことあるっすか僕、一回。なんでえ、なんか、大阪の時のヘアメイクしてくれてた人が、たまたまコオロギを、なんか知り合いの人にもらったって言って、あの、目つぶってって言われて目つぶって口開けてって言ってピッて入れられて何これっ て, なんかモニモニモンってしちゃったパサパサのなんかシャカシャカシャカするなんて言ったらいいかなあのエビ唐揚げとかの油のそう衣の部分衣のあそうエビのエビのここエビのここあここがこの部分このゆぬぬんところエビのここここここの部分みたいな味がしてえ何これって思って、うん、見たらタッパじゃないなんかジップロックみたいなのに10匹ぐらい。嘘って言ってもう一個普通に食べたら普通に美味しかった。美味しかった。いや無理や俺。見た目もまんま。うん見た目。生きてるやつやでやばい。口ん中とっても跳ねおるで。めっちゃ跳ねおるで。大暴れ。コオロギを掴んで口に入れてくる人も人やけどねそんなやつら。しかもヘアメイクやったら大概女の人やからね。相当強いな。口ん中走る走る飛び回るよ本当。明るうん、そう、食べたことあるからまあいけんことないかなっていう別にすごいな俺ダンゴムシなら食ったことあるんですけど逆にちっちゃい逆に、はあ、なんかちっちゃいのに押し入れの中に自分が入って、うん、食ってたものがダンゴムシだったっていうちっちゃい頃ね赤ちゃんとかそんぐらいの時やばいダンゴムシはやばい怪我もう引きちぎられてる嫌や俺もうそれビオールの R に R が毛を散ってるものやだ毛生えてた R から毛生えてた結局今日は何するの結局今日はまあ蓋を開いてしまえば何もしません何を次からしていこうかっていうのをあのみんなとねその、まあ、今回何もしやんからサボってるんかとか違うみんなと今後やっぱどういうね番組にしていくかっていうのを決めたいなっていうそういうなんていうやっぱみんなとの時間を大切にしたいかいしたいかい大切にしたいかいしたいかいしたいかいしたいかダンゴムシ意外といるんだな食べたことあるかもしれないすごいベンジョムシっていうのダンゴムシベンジョムシやでえベンジョコオロギとか言うやんなえベンジョコオロギそれ違うかコオロギそれ違うかうん全然知らんナウシカ思い出したあ、オウムのことかオウムいや、あんなもん口の中入れてみ逆に食われるで入らないでしょ、あれとてつもなくでかいで知ってた、オウムって口あんの知ってたそうウニュウニュウの下になんかバコーン普通に開くねん、あいつら今回はオウムの会オウム会オウムこれオウム会ナックル組本当に誰も来ないのまあそう来るんかな一回ちょっと連絡してみるね、じゃあまあ来たら楽しいしもうちょっとでそうナックルとノルンが別れちゃうんでそうやね来てくれたら嬉しいね一応来れたらっていう話はしたから来れたらいいなみたいな映画でどれが好き映画でどれが好きジブリでってこと好きなジブリ何好きなジブリ好きなジブリ
俺はナウシカだな。俺はね、聞いてますよ。好きなジブリ何？聞かれてますよ。これは？うちの子の方が強いで。これ使われへん。うちの子すごい使うよ。答えのかい。誰も答えてくれない。俺ナウシカ言うだよ。ナウシカ。ナウシカ好きだ。お願いします。誰呼ぶナックル組だと、まあハクとか椿とか、まあナオトもそうやけど、まあ司も来れたら、まあでもあんま普段出てない人とか出れたらいいなと思うからやっぱ椿、ハク、かな。ナウシカ、ナウシカ、俺はね。なるほ、なるほ、なるほ、両端の自由さ。そうね、間違いない。いいんだよ、でも。あ、両端、あ、誰が自由なんかなと思って。あ、ありがとうございます。来たー、聞いてしまった。来たー、聞いちゃったよー。サンバのリズムだな。サンバのリズムを知ってるかい。ほいほうほうほいほうほうほいほうほうほいほい。参上でございますよ。完全に身内だ。あの動画何だったの。あ、見てくれてる人いるのか。まあね、リツイートとね、拡散してるからね。うん、ね、みんないなくなるから、ここで。あれ、みんなおらんくなる。あ、後で。おおほい、おおほい、そう、おおほい。あ、見てくれてんだね、あれ。ありがたい、ありがたい。最終話電話つなごう。うん。あの動画何だったの。超面白いよね、あれ。やばいよね。なんでああなったの。もう酔っ払いすぎてってことだよ。それではね、とりあえず、なんて言ったらいいんやろ。なんで今大きい声出したやろ、バカだけど。来ました、例の物が来ました。東日本最強と言われた、あの伝説のスーパープレイヤー。伝説のスーパープレイヤー、カリスマ東日本最高級の最強を。ちょっと待って、アジさ来ましたよ。笑われるよね、やっぱり最高だと。あれまだ何してんの。ちょっと待って、味がやべえ、味がやべえ。入り口で靴食ってる。うわ、すごいな、これは。何これ、味がやべえ。アセロライチゴサワー。あー、すごいな、知覚過敏にはたまらないな。で、あとそうだ、8個しかなかったって。8個。まあ、冬やからね。44かな。さあ、もうガリガリ君の話はもういいです。ガリガリ君の話はもういいです。来ました。来ました。東日本最強選手。行け、マイケル・ジョーダン。ジョーダン。行け、マイケル・ジョーダン。レブロン・ジェームスやろ、使ってた。おお、どうした、ガリガリ君がね、なんか楽しそうな飲み物持ってるな。似合うな。どっから持ってきた。似合うな。家から。家から。朝食やから。すごいな。朝食を。自由な感じだね。そんな味だった。パンパー。ルネッサーン、ルネッサーン、すごいレッドブルになりましたね。うん、朝からワインはちょっとパンチ効いてるのさすがにな。でしょうね。うん、そうそうそう。テルマ君言われてたね。3時43分。いや、気づいたら時間が経ちすぎててびっくりした。お前もうロースコンビニ 2,3 軒はしごしたから。ワインこれやって。ワインの正体バレたぞ。ワインこれやって。ワインの正体これがワインやって。パック入りワインやぞ。困るわ。パック入りワイン128円やぞ。キャラがブレない。困るわ。太った、ちょっと太ったね。ちょっと幸せ太りやね、ちょっと。おお。困るわ。ちょっと幸せ太り。あっつ。ハッピーだね。ハッピー。キャラがブレ、もうそういうキャラやったの。よっちゃんはずっと。いやいや、実はあの、一部の時はほんまにワインだよ。ただ朝やからやっぱりちょっとフレッシュなフルーツな味を楽しみたいな。ぶどう強めのね、あれぶどう強めのあれをね。よっちゃんって悪魔みたいね。デベルブレッサー、ぶどう強め、そうそうそう、あのビタミン C 強め。ビタミン C 入ってるか分からへんけど。身長イケメン、うん、俺顔だけイケメン。え、なにそれ。え入ったな。何もないな。えサンバのリズムを知ってるような。振りが振りがもうすごい。太郎はちょっとひどいけど、まあまあちょいちょいね、
ダイエット頑張ってる。あ、じゃあ、これよっちゃん、サンバのリズムで CM 振りお願い。何それ、うん、何それ、何それ、何それ。サンバのリズムで CM の振りお願い。いやもうすごい普通に食べてるやん、びっくりした。朝食やん。それでは、CM の後はこのガリガリ君でなんちゃらなんとかするんで CM どうぞ。ピン。先生、何？勇気を出してボトルを入れたら断られたよ。あらら、ボトルお願いする前にハニーの甘み味わっとけ。この KY ボス、はい、開けたら最後誰にも止められない。ありがとうございました。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。CM 中でもコメント来るんだな、これ。あ、僕が龍です。僕が龍です。名前のあれが、あれなのかな。配信、パチパチ、ありがとう。そしていなくなった。大丈夫よ、来るから。大丈夫、大丈夫。消えた。うん、そしていなくなった。ちょっと CM の間隔短かったね、ちょっとなんかね。なんか知らんけど。そしてブドウジュースを注ぐ私。言うてしもうた。言うてしもうた。量はダブル。量はダブル。まあまあパンチ効いたね。多分うちの店やったら4000ぐらいするやろうけど。ヒルクライム懐かしいね。俺でしょ。そう、グラス、ワイングラス持ち歩いてんだよね。そうそうそう。ダダーン。うわぁ、やばい人が来た。ジャイアンツみたいな色の。ダダーン。やばいよ。やばい人。おい、なんか野球やったし。似てる。やっぱり。よし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 、始まりました。開けました。開けました。おめでとう。開けおめ、開けおめ、みんな。開けおめ。おい、伸びた。野球しようぜ。よーし。ナースナース。CM 開けました。開けました。それでは、ねえ、せっかくこの。ジャイアンのクオリティ高いよね。ちょっとモノマネがうまいというこの定評の乗るんやから。ジンすぎって誰？ジンすぎって似すぎ似すぎ誰ジンすぎって、もうびっくりした。絶対2チャンネラーの2チャンネラー、生粋の2チャンネラーさんやん。絶対そうやん。 2CH やねん。静香ちゃん、静香ちゃんは多分もうイオリしかできひんよ。イオリは静香ちゃん役やから。じゃあのび太さんの1位。棒読みがすごい。棒読みの感情まで持ってない。別に見られてよかったやろそれ、きっと。いきっと見られてよかった。でも多分日本ってかアジアで一番お風呂のタイムが長いの静香ちゃんなんでね。静香ちゃんが。しかも1日3セット入るから2時間は。もう練習やから。なんだ、静香もアンドロイドやったの。アンドロイドじゃないよ。アンドロイドじゃないよ。ワンチャンターミネーター。ダッチワイフやから。ダッチワイフや。あいつダッチワイフや。知らなかった。誰の性欲を満たしてんの。知らんの。ドラえもんのダッチワイフや。あいつドラえもんのダッチワイフ知らなかった。マジで。うん、嘘だよ。嘘だよ。小学生に見せるやつじゃねえよそれ。完全に深夜番組やね。お前もなんだ。3時49分だから。いやちょっともっと早く来るかったな。楽しいな。やっぱり久々に来ないのは。ドラえもんのタッチワーク名言なんや。もらったね、ガリガリ君をね。やろっか。溶かしちゃう前に。俺はもうあったかいホットドッグ食ってあったこの。温度差があるガリガリ君食う範囲。温度差がすごい。ほんまの意味で温度差激しい。よっちゃん食べる？よっちゃん食べる？じゃあ食べへん食べへん。ちょっと待って、インターバル欲しい。ちょっと食い終わってからちょっと。インターバルの時間な。上流する。もうねケツカッチンだから。ケツカッチンだから。もう結構もうそろそろ終わっちゃうよ。ケツカッチンだから。きついなこれ。お前もう夏祭り。それか二人でこの数をどっちの方が早く食べれるかっていう勝負やから。ああなるほどね、バトル。そう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 。みんなでただただガリガリ君食べるだけやったら何の企画でもないから。学生のただただ寒そうやねっていう。高校生のコンビニでのカムラの仕方やそれ。アイスと一緒に食べればいいじゃん。今見たらコメントがまだ600いってないんやね。
そうなんですよ。俺今日営業中死ぬでマジで。ちょっと腹下すわちょっと。ちょっとみんなコメントいっぱいくれ。誰が一番アイスをエロく食べれるか。そんな得意。それいこう。そんなすごい得意。それいこう。四角いけどいけるかこれ。それいこう。それいこう。その企画いただき。誰が一番エロくできそうやと思います？じゃあ MVP やね、あのコメントはちょっと今日の。でも予想でね、今のところ。とりあえず、とりあえずまず誰からやるか、じゃんけんで。じゃんけんで。こうしてるうちにアイス溶けるよ。いきます。参りましょう。最初はグー、じゃんけん、ポイ。おー、一番。あ、一番最初に順番決めていい。男気。じゃあ僕、3番目。最初はグー、じゃんけん、ポイ。何番目が。トップバッター。ああ、最初はグー、じゃんけん、ポイ。え、ちょっと。最初はグー、じゃんけん、ポイ。ぐたぐた。2番。まあ俺ぐらいだったらカロリーとね、このブラドジュースをね、見てた。イケメンだよ、ね、いや、ね、エロく食べんねやろ。いよいよ量がトリプルぐらいのサイズになってるから、ちょっとお前もうダブルどころちゃうもん。ただね、これトップバッターいったの結局あれやからね。まあトップバッターが一番アンパイ。アンパイやから、期待。ちょっと待って、横折れんしほしいな、これ。さあさあ、それでは。これ横折れんしほしいな。そんなそんな、ライト、ね。アップはいいよー。アップはしなくていいよー。そんなことも言ってるな。アップはせんでいい。それでは、そんなそんなライトちょっと。若干溶けてないけど。ちょっととろみが、とろみが増してるね、ちょっとね。危ない、危ない。いつもいいやつやってた？大丈夫、ガリガリ君はやってないよ、大丈夫、大丈夫。食ってる最中に崩れる。一口、じゃあ一口食べた後に。一口食べた後に。アップになってもうたから。すごい。食べた後に、一言。一言を添える。エロいかどうかね。ああ、そういうこと。そうそうそう。そのそのライト君の。エロさ何点かっていう。ライト君の。エロ食いまで3322119。ちゃ恥ずかしいなこれ。これすごいな。罰ゲーム、罰ゲームあるよ。ちゃんとピンク色のムードを作らない、やっぱり。罰ゲーム10秒で1本、10秒で1本食べなかった。これ恥ずかしい。やっぱ罰ゲームなんかあった方がいいかな、やっぱり。ちょっとエロ食べた。あなたの愛でいっぱい。グイ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 よし来いグイ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 よし来い。はい、これはすごいな。とんでもないな、これこれとんでも企画やな、完全に。すごいな。とりあえずライデム、次が誰や。あ、次自分次より何、どれがいいですか。エロいって言われた。ほら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 、分かってくれる子は分かってくれるから、俺のエロさそこそこエロかった。みんなでちょっと引き目のアップで。みんなで引き目のアップで。がっつりアップで。引き目のアップで。もうちょいアップできます。もうちょいアップできます。スピングミアからちょっと V キック。ああ、緑になってもうた背景が。背景が緑。なんかユードラシルのね、やっぱカラーやから。ちょっと眉毛が点々っていうの。いや、なんか俺の LINE ID だけさらされてないという、このいじめな感じね、ちょっと。それでは、より、よりかもさん。いや、やってる、やってる。エロい、グッドラマです。3322111。どう処理すんのそれ。おっきい。いや、どうぞ。スタッフの人まで笑っとったんですよ。お前もうバックヤードから笑い声聞かせる。よりすげえ。より持ってるな、やっぱ。すごい。おっきいわ、やばい。すごいわ。え、この後やりたくないなぁ。ちょっとハードルが高まってたね、ちょっとこれでね。これすごいなぁ。マイクじゃエロさじゃなくてさ、じゃエロさじゃなかったよ。面白さやん。コメディやん、ただの。草ボーボー生えとるから。大草原やん、もう。大草原、お前。草ボーボー。サバンナやで、軽く、お前。こんなんもう。あかん。これはすごいな。普通に食べたら、いや、まあ、分かる人には分かるエロさがあるかもしれない、もしかしたら。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。一口食べた後にコメントでしょ。一言。ちょっと俺もスピーカーだから何も考えてなかったな。いや、あ、ちょっと待ってください、ね、サングラス取っとき。あ、サングラス取るっすか。うん、ヒルクライムじゃなくなっちゃうんすか。あ、早いな、ちょっと早いな。俺についてこない未来はまんまみたいに愛してるよ。早いな。ベベの人がちゃんと罰ゲームで10秒で1本食べなかった。うん、やっぱベベ食べるよりも。はい、それではそんなリュウチャロのエロい食べ方まで3322111。食べ方じゃん。
お吸い付いてる。おお、いいよ。いい吸い付きだよ。お前トロトロじゃねえか。はい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 、グイ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 、よし、グイ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 、ダメだねこれ。これはグイやね。これはグイだったね。これはグイだわ。10秒でいっぱい頭に、そう、かき氷食べた時の少年時代思い出す。唇が紫になってきてやっぱり、ね、それでは最後来ました、大鳥を飾ってくれます、この方。いや、すごいからな。やっぱり情熱の赤、アセロラでいきます、やっぱり。もうこれコメディに走ろうとしてるもんな。もうこの段階でコメディやん。コメディやん、今日なんか。今日かっこええ。なんかちょっと、でもスピンやからちょっとあんまりね、ちょっと。どこがスピンねん。その目尻の真っ黒なんやん。ガッチャマンみたいな。いや、あの、クマがちょっと上に侵食してきた感じやから、ちょっとなんか。ガッチャマンみたいな。はい、それではそんな、テルマの、情熱なんか。素晴らしくエロい、食い方まで。3、3、2、2、1、1。あー、エロい。あー、裏筋から行くタイプだ。これからね、もう2秒で濡れますよ、これは。映り込むなより。かわいいな。あれ、かわいいな。かわいいで持ってかれたな。よりに持ってかれたよ。完全に持ってかれてるこれ。映り込むな。いや、でもこれはね、割と高評価なやつだと俺は判断する。エロさは一番あったね。しゃあ、エロさはあって、あの行動でのエロさは一番強かったな。優勝はじゃあ誰なの。優勝誰やった。エロさはペロリスト。ペロリストはちょっと一部の方にいる。エロペロリスト、エロペロリストやからね。そうそうそう、ヒヨリくん可愛かった、やっぱそうだ、はい、一番エロかったのは、一番エロかったのは、はい、オリタン1票。エロさの1位。エロさの1位ね。エロ、興奮したかな、みんな興奮、ムラムラしたんちゃうかな、これ興奮、舐められたいと思ってしまったね。興奮、興奮した、おっきい。はい、ヒヨリ2票。まあ、一応誰なのか、エロさん1票ね。でもすごい、結構コメントいっぱいしてくれてて、ちょっと嬉しいね。テルマくん、テルマイオリに入れたい、入れたい、何を、バレる側。え、男これ、ちょっと棒突っ込む人ちゃうよ。1票1票、あ、1票、そっち入れたい、ハサン。いや、もう俺たち今エロい話してたから、そっちしかなかったやん。ピンクトークかと思った。いや、すごいね、ガリガリ君でここまでなんかあのピンクの雰囲気を持ってこれる、このやっぱりこのカブションクオリティ素晴らしい。やっぱりなあ、もうそうだ、飽きた、誰か交換して。1はじゃあもう酔っちゃうんやね。そうだ、飽きた、交換して。いちごさんは、いや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 、そしたらアセロラしかないですね。逆にじゃあ大きいから嫌、おかわりする、大きいから嫌、大きい、入らない、入らない、まだまだアイスになりたい、舐められたい、ちょ、舐められたいのかな、ちょっと待っちゃう、拾うなそれを。大きいから入らない。いいね、そういうの。この太さはちょっとさすがにきついかもしれない、やっぱりちょっと、うん、誰かちょっときつい、ちょっとね、なんか用語の AV10 が多い。ちょっと待って、ほら端っこですごい寒いそうにして、聞いてよ、聞いてよ言うてるから、聞いてよ言うてるから。何を聞いてほしいの、聞いてよ、何を聞いてほしいの。ベベをちゃんと決めて、しかも地味に一番食ってるっていうね。ベベタめっちゃ食ってるやん。もうないっていう、もう飽きた。いや、もう企画カビには暗いよ、これは。飽きたもん。まあね、そうでベベタン誰、ベベタン誰、何の話、テルマくん。やめとこうか、ちょっとこれはちょっと、まあ、朝やから、早朝やから、ちょっと下ネタあんまりちょっと控えめでいきたいなと思って。まあ、余地だよ、ベベ誰よ、ベベ誰だよ、アイスが無駄になるから。ベベの人が龍の前。あ、一撃できたんだ。じゃあみんな負け。一撃な負け。みんな違ってみんないい。ありがとう。ありがとう。じゃあ、ピースだね。モーシム？モーシムだって。まあ、結構早いね。はい、じゃあ CM 開けたらみんなでガリガリ君、ガリガリ。次早く行くからね。そうね。すごいからね。コメント、CM 開けた時に、コメント800言ってたらやろっかな。やろっかな。はい、それでは、CM。50件ぐらいね、ちょっとコメント頑張ってくれたら、ちょっと何か起こるかもしれない、もしかしたら。サープライズ。
さあずらり並んだ最強コンテンツ早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。寄ってコメントだって800いってるかな、うん、いってるかな。見てないよ俺。さてどうなっている。見てないよ。どうなっているのか。なんかすごいさ、 ID 見返しないけどみんな個性的な、なんかあれやね、 ID やね。ポッポンポッポン N0708 見ていいかな。見ていいかな。コメント800いってるかな。いってるのかな。もしいってたらダメなあかんねんな。いってるかな。あーいってるのかい。あーどっちなんだい。800いってるー。よっしょしょよかった。ちょっと今画面上にはあの出てないけど、こっちで800とりあえずいった。優しい、みんな優しい。もうさ、みんなアイスに夢中で酒一向に進まないというこのなんかホストらしからぬあれが。すごいね、みんなガリ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 ってコメントしてるけども、すごいよな。ガリガリ誰かがすごい貢献、もうパチ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 がもう8の数字どんだけ使っとんねんほんまに。もういやとりあえずアイスは今から食べるよ。早食いするから。みんなのおかげで800コメントいったから、 CM 明けだからアイスの早食いを。イエーイ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 。おー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 イエイイエイイエイ。はい、テルマさん食べ終わってない。食べよ、はーよ。ちょ、オラオラやね、ちょっと。いやいや大丈夫。いや、ここはやっぱりイエイ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 。1本食べなかった。おー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 、時間ないから TRF や。はい、早く、はい、早食いよりナックル、早食いよりナックル組。いや、連絡帰ってこやん。ナックル組は途中でナックル組帰ってこやんもん。早食い、早食いよりナックル組。テンション大変。未曾有の大事故。あ、今帰ってきた。今帰ってきたっていうか、今見た。今見た、終わった。残り15分やからね。はい、というわけで、グイグイ。グイグイ。食べよ。とりあえず食べよ。そのね、罰ゲーム。罰ゲームってことで。みんなベベってことで。まあ、みんなベベやから。みんな全然エロくなかったってことでね。いや、多分これね。電話、小学校3年生ぐらいの夏場やったらいけた余裕で、これはさすがにもう。よし、じゃあもうみんな食べよう。ほら、セロラソーダ飽きた。ソーダ、ソーダ飽きた。鉄板のエロく早食い、エロ早食い、エロく早食い。四角花瓶なんだよ。そうなんだよ、エロ早早漏でいったらいいの。おはよう。今からにこのまま折れるかな。いいとも、いいとも。今からニコ生来てくれるかな。今からニコ生来れるかな。何言うんですか。え、誰誰誰、ヒデトマ。今からニコ生来れるかな。え、もうとろけ聞いてジュースみたいな。4時15分までやから、今4時5分やから、今からニコ生来れるかな。残り5分で来れるかな。みんな、いいとも、みんなもうナックル組を今日待ってたから、いいとも、そう、もう間に合わねえよ、リアル。なおピッピ。電話来た？なおと。今音声で出てるよ、音声出演やで。あ、ちょっとハンバーガー10個ぐらい買ってきてる。ちょっと今電話つながってるよ。スピーカーにしてるよ。
鬼すぎる。ナオト自己紹介。スピーカーした？スピーカーした？あ、スピーカー。その棒。棒。そう、ハンバーガーを。黒くて細い棒。聞いて。出てるかなみたいな。もしもし。今からニコ生出れるかな。いいとも。よいしょー。嘘つけー。ありがとう。おい、マック出る前頼むわよ。全力で嘘つけー。ビッグマック食べたい。誰タツノトシゴって知ってるの。そう、タツノトシゴだよ。太ってここ破けちゃった。すごい後ろみたいな。破けちゃった。いいとも。じゃあそれでは3人のうち誰が早く誰が早く、食べてくれるのか。ごめん、直人くんならいいや、ちょっとこれつらいな、ちょっと。いや、3人見てないから分からんけど。2人、1人、誰が2人、一番遅い人は、サンバのリズムを踊ってもらいます。2人で、まあすごいからね、これ。それでは、参りましょう。おかしいな。テキーラグイグイでもきついこれ、お前。それでは参ります。いやいやいや、テキーラボトル飲んだらまだマシやもん、お前。これ意義ありだね。これ意義ありだわ。これ4人でそうってそうだよね。4人だよね。4人で行こう、4人で行こう。あれ ?4 人で行こうって言って。あれ？さて、それでは。でも、なんだかんだもうあと100で、お、1000行くから。なんだかんだ。乗るわ。確かに。みんなコメント値上げてって。3値上げろ、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 3値上げチャラッとでいいよ。ほんまに来たよ、ナオト。おぉ、すごい一体化してる。透明人間。部屋目何時から？え？ 10 分か。あ、もう行かない。もう行かない。あ、もう急いで食べやだ。いや、すごい。あ、もう急いで食べやだ、ナオト。いや、もうナオト急いで食べやだ。アディダスがすごいことになってる。服の色青やけど、彼ほんまは。じゃあ一番遅いと誰か、よーい、ドーン。イエーイ、みんなクエクエ、イエーイ、イエーイ。はい、みんな頑張ってね。ナオト、はいえな、マジで。マジで、はいえな。あ、全然無理だ、こんなの。ナオト、はいえ。はいはい、みんな、頑張って。なんで、イエーイ。なんで、途中で取ったの。痛い、頭痛い。ん？ライトさん応援する係やから、みんな喋らんかったらあれやろ。あ、イオリが、あ、くわえてる。おっきいのくわえてる。おっきいのが口に入ってる。ライトくんしない。おっきいのが入ってる。これ頭痛い、やばい。コーナー発射された。え、でも余裕で僕一番じゃないですか？え、ノート？ノート俺らもう。いや、もういい、もういい。ノート3本ずつ食ってるから俺ら。やばい。ノートちゃん、1本しか食ってないよ。スタートラインがちゃうからね。ノートちゃん、ノートちゃん、ノートちゃん、もう無理、もう無理、やばい。もう本当に頭痛い、これ。おにぎりとかないんかな。ないよね、おにぎりとか。はい、みんなね、みんな食べてってるけど、いや、王様イオリはね、ちょっと冷たかったっぽくて涙目になってる。下ネタやめれ。俺から下ネタ抜いたら何も残らんぞ。コーチかも、これ。うん。嘘つかない、ライト君。あー、嘘ついてないよ。何？あー、なんぞなんぞ。涙目。お前ね、目の潤いが半端ない、マジで。思い切り抱き寄せられる心。あなたのバイバイ。あなたと歌うの。ありがとう。ありがとう。もうガリガリ食いに行ったけど、これ。かっこいい顔見せて。じゃあこの中で一番かわいそうな。全然早食いしてないやん。そういや、普通に味わってるやん。ふざけんじゃねえよ。ちゃんと食えよ。ちゃんと食え。ふざけんじゃねえ。君食ってへんよ。隠れてた間にガリガリ君2本とステーキ3枚食べてたのに。うん、勝負する気ないよね。俺もずっとホットドッグ食ったからね。あー、やばい、ほんまにちょっと早食いした後、ちょっとこれ飲まない、やばい。めっちゃ俺のブドウジュース飲むやん。ブドウジュースって言うとあかんやん。ガリガリ食い逃げしたな、あいつ。嵐のように来て食いました。いやー、でもはい、リュウチャロ。
リュウチャロ、ベベチャロ、はい、ベベのリュウチャロは最後に、最後に決め顔で、すんごい決め顔で、そう、なんかかっこいいこと言ってくれたら、食べきって、食べきって言わなあかんで、ステーキさんもペッパーランチ。はい、というわけでみんなコメントちょっと上げてってね、ペース上げてってくださいね。ペースみんな上げていこう、コメントビョン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 上げていこう。メリハルのある映像をご覧くださいって書いてるけど、ステーキ1000枚、あ、違う、ステーキ1000枚じゃない、ステーキ3枚、ステーキ1000枚はやばい、1000いったコメントありがとう。1000じゃ足りない、1200いこう。今からやったらいけるよ、あと5分ある、ほらいける。どんだけクソ生やしてもいいから、ほんまに1200いこう。お前1500までいこう、残り500。みんなコメントいっぱいしてください。ステーキ1000枚はちょっとアメリカヘビー業者に無理や、いっぱいいっちゃった、まだいけるでしょ。もう大草原 OK、 許可、ライト許可、1050いったら、1050いったら10秒で食べる、1050いったら1050いったら10秒で食べる。じゃあ俺1100いったら帰る。口の中甘すぎて、さっきのホットドッグがほんまに濃いし、今あのしょっぱさが。いや、まだ10秒くらいで食ったら、まあちょっと今回ね、ちょっと今回の放送で企画考えようってなったから、とりあえず次はね、一応なんか罰ゲームとか作って、虫とか、ね、そして最後の最後に今度は本当に企画してねってきたから、ちょっとガチなコメントが、今回企画っていうかね、なんかその企画を考える会みたいな、うん、ちょっと視聴者の皆さんと寄り添う会。おお、大草原、ほんまに大草原、サバンナ、お前、みんなと寄り添う、島がいっぱいいそうな勢いやね、お前。そうだから、とりあえず、次ね、ちょっと入念に、なんて言ったらいいんかね、会議に会議を重ねて、すっごいもう会議重ねて、なんていうかね、そう、楽しい会にしようと思ってるんで、1200いくまで帰れまてんやから、これ会議するから。そうそうそう、めっちゃ会議するからね。はい、残り1分、もう1021から30までクソの配慮がある。はい、残り1分やね、残り1分、残り1分、1051ちゃん、はい、残り1分なんで、はい、ガン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 コメントいっぱいしてってください。あっ、あもう終わり、早いね。今のはボドッと落ちた。ボドッと落ちたからね。よし、稼いだな、これちょっと量。はい、というわけで、はい、1分なんで、溶けたのね、そうなん、溶けちゃったのね。はい、いただきます、いただいちゃってください。はい、30秒、残り30秒、みんなコメントでビャーってあげてってください。お母さんから LINE 来ました。はい、23秒、22秒、21秒、ポリタン溶けちゃう。19、ライトテープ、18、16、15、お母さん早起き、お母さんから、お母さん基本的に寝てない、9、お母さん基本的にはマネしないでね、7、うん、ラック、ライトくん、後でキャ、うん、後でキャッスするよ。じゃあね、みんな。ファンキーだね。また、な、忘れた。わかる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。